そのだけではレース展望です。この時間は4月14日水曜日の展望を行います。この時間の解説はデイリースポーツ工藤治さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。姫路から園田に舞台が戻ってきました。本当にね、馬場改修工事もあって、真っ白な砂、今日の一日レース傾向どうでしたか？そうですね、思った以上に外から伸びる馬がね、はい、目を引きましたよね。でまあ、そんな中で3人の新人ジョッキーもデビューしまして、大山隆太郎騎手が2着2回特に最終レース花咲の2着はね、本当に場内盛り上がってましたね。そうですね、行かなきゃいけないというイメージの馬をね、刺す形で2着に持ってきた、はい、そうでしたね。これから楽しみですね。そうですね、それから佐々木セレイ騎手、兵庫県初の女性ジョッキーはデビュー戦の4着が最高で、であとは長尾タスクジョッキーが5着が最高、ともにね掲示板には乗ったという意味でしたね。そうですね、はい、いい形のレースをね、うん、馬の持ち味を出すような形でね、はい、レースをさせているように印象付けましたしね、これから楽しみですよね。そうですね、明日以降の初勝利がね、はい、楽しみですね。さあ、それでは明日の展望参りましょう。明日も全部で11レース行われます。メインの10レース春段特別 A2 戦、それから9レース B2C1 混合戦、この2つ展望いたします。ではまずは10レース春段特別から参りましょう。1230メートル戦 A2 戦12頭です。印こうなりました。本命入ったのは10番のわしづかみ、ルーキーの佐々木セレイジョッキー鞍上ということで期待が集まるくらいになりますね。そうですね、はい、はい、確かにね、佐々木騎手がね、人気を背負って、はい、そのあたりがね、ちょっとどうかというようなね、私外から見ればね、うん、感じますけれども、わしづかみという馬はですね、兵庫県のねオープンクラスに入っても花を立てるだけのダッシュ力の持ち主ですよね、はい、佐々木騎手がねうまく導いてはいましたけれども、うん、その形でね天性のスタートダッシュが開花してるっていうような感じの馬ですからね、ほぼ53キロで臨めて、うん、パッと、発馬を切れればですね、はい、自然とこのメンバーでしたら花に行ってという形が期待できると思います。はい、前走 A2 勝ちで同条件ですから、本来ですと57になるところが佐々木ジョッキー4キロ減で53というところでね、やっぱりダッシュ力というところはねついてくるでしょうからね。それが大きいですよ ね、はい、はい、とにかくスタートを決めたいというわしづかみです。対抗評価1番の七日まどか、こちらは前走移籍初戦3着好走しました。そうですね、特にオープン特別のハイレベルな一戦、はい、それでなおかつ舞台適性がねやや長いのかなという印象を持ってただけに、レースぶりは価値ある3着だと思いますね。はい、はい、これ園田に限れば3連勝中ということになるんですね。そうですね、しかも七日まどかはスプリント戦の方がね、うん、今までの印象からすると私にはよく映るんでね、そうですか、やっぱりいい舞台に戻ってこれたなという今回ですよね、はい、はい、1230は2002勝という馬です。それから黒三角12番東京タンホイザ、こちらは連勝を飾って今回 A2 に昇級です。そうですね、まだかなり、ね、伸びしろが期待できそうですし、このところのね、レースぶりにはちょっと成長が確かですからね、はい、かなりこの先もという期待が持てますからね、統計平郎の子ですしね、スプリント戦でもという期待は持てますから、はい、吉村騎手でね手が合ってますしね、3連勝を狙えると思いますね、はい、はい、それから白三角三頭ですが、まず9番タガノタイト、こちらは前走勝って昇級という一頭です。そうですね、この馬も実は1500を勝ちましたけどね、はい、姫路の1500を勝ちましたけれども、イメージとしたらやはり園田の1230の方がっていうね、うん、印象がありますから、それだけ今好調なんじゃないかなという印象ですよね。そした期待持てると思います、上位争いにね、はい、はい、それから6番のエレッシャル、今回高級して2戦目ということで、今回は A2 単独戦に出走です。そうですね、このエレッシャルに関しても園田の 1230m、はい、この舞台に戻ってこれたことでね、一変を期待できるんじゃないかなという期待はちょっと秘めてると思います、はい、それから2番のコスモビスティは移籍初戦の馬です。そうですね、JRA の2勝クラスで花に立っていますしね、はい、調教でかなりの高度計をマークしてますからね、そこのあたりからしても警戒しておきたい存在ですよね、うん、はい、ということで12頭の中から印は以上6頭ということです。さあ、それではフォーカスでまとめましょう。
馬福勝負10番わしづかみから印の5頭に流すという馬券でまとめていただきました。発送時刻4時ちょうどとなっています。春段特別です。それから一つ前です。第9競争の展望です。 B2C1 混合小馬の一戦 1700m 12頭です。工藤さん、印はこうなりました。まず本命6番のレッドアマポーラに入っています。まあ、休み明けから2、2、3着と惜しいレースが続いてるんですよね。そうですね、やっぱり決め手に関してはちょっと詰めが甘いかなというキャラはね、はい、依然として残ってますけれども、B1 クラスでもね、かなりの粒揃いのメンバーの中、しぶとさを発揮して好レース、はい、2着2回3着1回という実績がありますしね、今 C1 級に格付けされてはいますけれどもね、はい、B1 むしろこのメンバーでもね、格上なんじゃないかなというイメージは私に映りますね。はい、特に今回の 1700m でしたらばね、さらに持ち味は生きると思いますし、はい、尻上がりにね、使いつつ調子も上げてきていると見ていますから、はい、明日は狙いどころだと思います、はい。B2 クラスの馬もいますけれども、 C1 クラスのレッドアマポーラ、53キロという筋量ね、魅力になってきますね、はい。それから12番の芝のレイは、こちらは B2 所属馬、 B2 で結果を残し続けているという馬ですね。そうですね、まだこの馬もに関してもね、決めてというところが欲しいところですけれども、はい、着実な成長は続けていますしね、やっぱりスピードタイプでもありますから、はい、ちょっと渋った感じで 1700m を走れるというのはいいのではないかなと見ております、はい。この馬が逃げていくと見ますか？私はそう見ております。そうですか、はいはい。それから黒三角に5番のマントルパワーです。これも天早い馬で、南関東からの移籍初戦となりますけども、そうですね、ちょっとまだ未知数なところはありますけれども、はい、まあ今期のね、大井はちょっと時計早いとはいえ、近2戦は評価できる時で走ってますからね、はい。兵庫の B2 級では通じるだけのものがありそうですよね、はい。ただちょっとまだ脆さも抱えているのではないかというイメージは残りますからね、まあ、黒三角の見立てかなというレース、そうですか、あれですね、初戦ですね、はい。あと白三角3頭ですが、順番としては8番ココリミネルバが4番手評価、2ヶ月半の休養を挟んでの復帰戦は今回昇級となります。そうですね、まあ少し4番手にはしましたけれども、このまま一番魅力感じますね。そうですか。実は素材的にですね、これから先の伸びしろっていうのはかなりの馬で、この牝馬ですけれどね、このオープン級にまでね、育ってくれるんじゃないかなと、軌道に乗れば、はい、そういう期待が持ちたい馬ですよね、はい。そういう点で明日も単で狙ってもいいと思います、うん。そうですか、はい。それから7番の SC バローナ5番手評価になります。そうですね、しぶとさは常に発揮できてますからね、ここでも上位争いに、ね、顔を出してきそうですよね、はい。でもう1頭が4番ストーミーストーム、こちらは2走前4着がある他はちょっと着外も続いているんですが、ですけれども園田の 1700m でしたらストーミーストームというイメージが湧いてきますからね、この舞台になって、見直したいですよね、はい。得意の舞台戻ってきたというところですね、はい。印6頭となりました。ではフォーカスでまとめます。ここはまず3連単のボックス外、6番12番5番のボックス6点と、でそれからフォーメーションでね、6番あるいは12番5番あたりを絡めた馬券でということです。全部で18点買いたいというお話です。9レースのスタート時刻は3時25分です。今週4日間競馬の園田、あさっては菊水賞があります。残念ながらね、積む泰山が脚部不安で回避ということになってしまいましたが、まあ、その分本当にメンバーどの馬が勝ってもおかしくない群雄割拠の一戦になりそうですね。そうですね、本当積む泰山のリタイはね、残念なんですけども、それなりにつかいい素材揃ってますから ね、 そうですね、それ以外もね、今年の3歳、はい、楽しみですね。そうですね、はい。ちなみに工藤さんは何に注目ですか？やはりまだ荒削りですけども、中心はサラコナンと見ております。はい、はい。ここまで解説はデイリースポーツ工藤治さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。